さすが駐車場の中はエンジンかかってよかった。2度ですよ、2度。雪でも降んじゃねえかな。あ、降ってるか。みぞれですね。みぞれですよ。あー、ちょっと雪ですね。雪というかみぞれですね。帰りはちょっとこれ気をつけんばたいですね。タイヤがちょっと山があんまりないもんで、でもタイヤはね細いんですよね。195になってますんで、あんまり太すぎると1センチでも2センチぐらいでも積もると滑っちゃうんですよね。なので今日はちょっと帰りは安全運転で行きましょう。昼ぐらいにですね起きましてですね、なんか寒いなと思ったら外の気温が2度だったんですよ。で車エンジンをかけて、まあ、通常アクセル踏まずにキーオンするだけでエンジンかかるんですね。で今日はエンジンが、まあ普通にアクセルも踏まずにブワンってかかったんで、さあ行こうかなと思ったら、ブワンってなって、カクン、あれ、おかしいなと。で、いつもかかった瞬間、キーを、スタートからすぐにオンに戻しちゃうんで、あ、ちょっとクランキングが、短かったかなと。で、キュンキュン、ブワンつって、でちょっとアクセルでファンってやって、でドライブ入れようかなと思ったらまたコクって止まっちゃうんですね。おかしいなぁと思って、でそれを5回ぐらい繰り返して、でいやほんとこれおかしいと思って、1回フードを開けて水と油確認して、でプラグワイヤーがちゃんとプラグのとこに刺さってるかっていうのも確認はしたんですけど、まあ大丈夫だなと思ってもう一回エンジンかけたらやっぱりダメで、すぐにアイドリングが下がってダメになるんですね。いや参ったなと思って、今日月曜日で結構仕事があるもんでちょっとまずいなと思って、アクセルを少し吹かした状態でエンジンをもう一回、エンジンかけて、かかったらアクセルをちょっと、まあ、1500回転ぐらいになるように、ずっと置いといて、で、またちょっと離してもやっぱり止まると。で、これもう一回エンジンがこの、温まって、水温がある程度、メモリが2個ぐらいになるまで、ちょっと1500回転ぐらいで、3分ぐらいずーっとブーンってやってたんですよ。そしたら安定したんですね。で、一か八か、いいや、出ちゃえっつって。出たら、まあ、普通に三浦の方から横須賀地方までたどり着いたんですよ。で、もしかしたらと思って、アイドリングコントロールバルブ、ICV。出会ってんだっけ前回インマニを取り替えた時にいろいろ変えたんですよ。ついでにいろんなセンサー類とかで、その時にアイドリングコントロールバルブも変えたんですね。でその時にちょっとこれアイドリング高いよねっていうことで膝が痛いと、ブレーキを信号待ちとかブレーキ踏んでる時に、でやっぱり回転数を見たら800ぐらいだったんですよ。なので600ぐらいまで落ち着かねえかって言ったら、600まで下げれないですねってことで、アイドリングコントロールバルブをちょっとこうなんていうのかな、
ッカッカッカッってこうやるところが限られてるんで、傾けられるのが。で、ある程度こう傾けたところが650ぐらいかな、確かに調整してもらったんですね。そしたらまあ楽で楽で、信号待ちの時に。で、燃費もそこそこ良くなってきたんですよ。やっぱアイドリング高かったんだねなんて話をしてて、で今日それをブレイクの主治医のブレイクに電話で聞いてみたんですよ。そしたら、あ、もしかしたらそれ原因かもしんないですねなんつって、いやだって三浦半島で2度とかね、まずないから、だからそれでもしかしたら上がりきんなくてすぐエンジンストップしちゃったのかもしれないですねっていうこと で今中央商店街の地下駐車場から、地下駐車場は15、6度ぐらいあったので、まあ、なんてことなくエンジンはかかって、で今キロに向かってる途中なんですね。で、まあアイドリングが下がることもなく、おお、なんか横殴りだな、結構。雪じゃないけど、みぞれですね。うん。で、なんてことなく今、キロに向かってる途中で、止まらなければいいなぁとは思ってるんですけど、ちょっと心配です。なので、アイドリングコントロール、バルブを付け替えた時にあんまり低すぎてもダメなのかなとは思いましたね。前のトラック、あ、これ雪が積もってんのか。あ、じゃあ東京の方なんかは、横浜とか東京は雪なんですかね。下りのこのトラック雪が積もってますよ。今日も月曜日で忙しくて、Facebook とか見てないんですけど、横浜とかは雪なんでしょうかね。かなり寒いです。車も、2度、3度、2度か3度行ったり来たりな感じですけど、三浦半島こんなに下がんないからね。ちょっと私は首と膝と腰に爆弾を抱えてますんで、寒いのは大嫌いです。てなことでですね、IAC じゃねえや、IAC は空気が入るところだ、なんだっけ、 アイドリングコントロールバルブの、センサーはあまり下げない方がいいんではないかなと思った次第でございます。ただ湖岸に寒くなるっていうのはちょっと想像もつきませんでしたので、まあこれがちょこちょこ止まるようであれば、止まるというかエンジンがかからないようであれば、ちょっと上げた方がいいのかなとは思いますね。何せ、アクセル踏んでないとエンジンがストップしちゃうっていうのもちょっと怖いですね。行きはだからエンジン温まってからアクセルずっと踏みっぱなしで、で普通にドライブ入れてゴーストップ繰り返したんですけど、なんともなかったんですけど、帰りはもともと地下駐車場は15度ぐらいありましたんでね、こうやって今帰れてるんですけど、まあ水温もまあ半分ぐらいまで上がってきてますんでね、まあこのまま帰れると思います。毎日がね、天然人型セラミド食べれるタブレットの発想でもう本当忙しいんですけど、まあ、ちょっと他の地方が雪が降ってるのかちょっと気になりますね。まあ降ってんだろうね。今抜かした大型のトラックも
雪が積もっておりましたんで、まあこれからちょっと気をつけて帰りやすちゅうことで、アイドリングコントロールバルブは低すぎないよう設定をしましょうということでした。じゃあねー。